皆様こんにちは、羽鳥浩司です。前回に引き続きまして、ここ有楽町の朝日ホールからお送りします。日本シャンソンコンクール後半もぜひお楽しみいただければと思います。我々出ないつもりで、コロナ禍がありまして3年ぶりの開催ということがあって、この辛い3年間の時期、皆さんそれぞれが、努力をされてこられたんだなということが非常によくわかるレベルの高い大会だったと思います。特に一言一言の言葉が皆さんから伝わってきて、一語一句を皆さんこう研究して、どういう言葉をどういう表現で伝えればいいのかなということが、よく吟味して、大会に臨まれたんだなということがよく分かって、皆さん素晴らしい歌唱だったと思います。続いて優秀賞発表です。永滝達也さん、お願いいたします。どうも、永滝達也です。いよいよこれから優秀賞3名の方に、お挙げするんですが、今回すごく皆さん接戦でした。で、つまり私が呼ばれた方は申し訳ないですがグランプリは逃したという、半分がっかりされる方もいらっしゃるんでしょうけれども、発表させていただきます。今回はすごく選曲が大事だなと思いました。自分に合った選曲、スタンダードな歌であるのか、または小難しい歌を選んでもですね、別にちょっとこれ審査員受けするから小難しい歌をっていうので選んだからといって成功するわけでもなく、非常にスタンダードなものを歌っている方でもこれがまたすごくうーんとうならせるような方もいらっしゃってたので、選曲の大事さをすごく今日は感じました。では、優秀賞3名の方発表します。まず2番の麻生真帆さん、パルチザン、素晴らしかったです。エントリーナンバー2番、麻生真帆さん、曲はパルチザン、今夜は帰れない。恋人よ、今夜会いに行けない、深く行かなきゃならない、窓辺で私を見送らないでくれ、頬の涙を拭ってやれない、分かってほしい、仲間が待ってる、月は隠れた、どこか遠くで犬が吠えてる、二人でいる時が何より安らぐ、もう一度うなじに口づけしたい、恋人お前がとても気がかり。エントリーナンバー19番、轟俊さんの愛の参加。エントリーナンバー19番、轟俊さん、曲は愛の参加。青く広い空が燃え盛るこの大地が、落ちて
震え滅びてもあなたがいるなら愛がこの愛が朝を抱く限り恐れないあなたさえそばにいてくれるなら、あなたが望めばこの世の果てでもこの世の夢も、あなたが望めば友や時間も捨ててみせよう、全てを捨てて明日さえ捨てて今を生きるの、笑われてもいいあなたがいればそれが全て。最後3人目になります。エントリーナンバー25番の、浜田玲さん、私の回転木馬、以上3名の方です。エントリーナンバー25番浜田玲さん、曲は私の回転木馬、ピアノは坂本剛さんです。Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je fais toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je voudrais de tout le monde, ça ne te nourrit pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde.Tout dit autant que toi. À ce qu'on est bien tous les deux, quand on est ensemble nous deux, quelle vie on a tous les deux, quand on s'aime comme nous deux, à pour échanger pour la nette, tant que j'aime un cœur plein du tien.J'entre les roulants volants de la fête et la terre n'y est pour rien. Ah oui, par l'ensemble de la terre, pour qui elle se prend la terre, ma parole, y a qu'elle se taire, y a qu'elle pour faire tant de mystère, mais pour nous, y a pas de problème.受賞曲、シャルル・トレネの幽霊、宮本ひなさん、ピアノは中本雄平さんです。お願いいたします。激しくなる窓押さえてふと見る歩道の向こうにうずくまっているあれは何、あの真っ黒なものは何、昔の痛みのようにうずくまっているあれは何、悪魔にも見えるけどひょっとしたら死の天使、怖くって懐かしいあの黒いものは何、訳のわからない不思議なこの気分、死ぬほど怖いのに目をそらすことできない、古いカフェの片隅、大病院の白い部屋、裸電球
輝く埃っぽい楽屋の隅、カビの生えた油絵、大きなだけで陳腐な絵、ルーブル級のそれらのありふれた幽霊たち、潰れたトマトじゃない、しおれたキャベツでもない、見るたびに形の変わるあの黒いものは何。それは夜の通行人に捧ぐ具志堅直さんです。楽しい時も悲しい時も夢を描いて歌うシャンソン、家路を急ぐ人混みの中、波に逆らい夜の店、髪を整え似合わぬ厚化粧、かかとの高い靴を履き、疲れも見せず笑い振りまく、まるで道化師のよう、都会の荒波かき分けながら夢を求めてさまよい歩く、昼間の道は険しいけれど夜なら人も優しくなる、わずかのお金借りたいばかりに甘い言葉ささやく、たやすくことが運んだとしても自分まで騙せはしない、客も拍手もわずかだけれど。でいよいよグランプリの発表、加藤登紀子さんお願いいたします。いや本当にすごい楽しかったですね。もうね、ほとんど全員グランプリに差し上げたいんですけど、どうしても私は最後にお一人を選ぶんですけど、その前に本当に今日永田さんもおっしゃったように思い出しますよ、3年前にちょうど2年間なかったんですけど、3年前に初めて審査員って呼んでいただいて、もう本当に今もシャンソンを一生懸命翻訳をつけて日本語でそれぞれの表現力で歌ってらっしゃる人がこんなにいらっしゃるのかと思って、それでついつい、2020年に私は日本訳詞家協会の会長になってしまいました。でその意味で今日皆さん訳詞をいろいろにいろんなところから訳詞をご自身でなさったり、それから探してきたり、いろんな意味でこの海の向こうから届いたこの歌をこんなに一生懸命、何十年もですね、日本の歴史の中では日本語で歌ってきたという、これすごく誇りに思いたいなと思って改めて思いました。それでこれからもまたぜひ私会長になったのは、訳詞っていうのはなかなか非常に著作権とか権利がもらえない仕事なんですけれども、にもかかわらず歌いたい人は自分の役で歌ったり、本当にたくさんの種類をいろんなシャンソンに皆さんが作ってらっしゃるということが分かって、そのネットワークだけでもとっても大きな文化だというふうに思っています。ぜひ皆さんご自身が訳詞をなさる方、それから訳したものを歌う方も会員になっていただけたらなと思います。ということで、皆さんにそれをお願いして、今日最後にお一人残られましたグランプリを発表します。グランプリは、エントリーナンバー24番西野香織さん、パランパランです。おめでとうございます。どうぞステージの方にお願いいたします。エントリーナンバー24番西野香織さん、曲はパダンパダン。うん。
まれた時から私の心に昼も真夜中も聞こえるあの音、時にはわけもなく私を狂わせ、怪しく付きまとう時には叫びも遮るあの音。パドパドパド私を追いかけて、パドパドパド思い出せとささやく、パドパドパド私を指さして、遠い過去への世界へと誘うあの音。恋人のことを思い出せという胸の傷跡に涙をこぼせと、私に刻まれた喜び悲しみ昔の足。もう本当にまさかっていう感じで、もう一瞬自分のことだと思えなかったんですけれども、というのがもう本当に今日他のね出場者の方々がもう皆さん素晴らしくって、客席で聞いていて自分がもうその皆さんに並んでる自信すら正直なかったので、本当に名前を呼んでいただいた時は一瞬自分のことだと思えなかったんですけれども、そんな状態で、ステージの方に上がらせていただいたので、もうなんかこう大変だみたいな、大変なことが起こってしまったみたいな、そんな心境でした。ただ私のシャンソンのルーツである、祖母が大好きだった、加藤登紀子審査委員長から、トロフィーの方を受け取らせていただいた時は、やはりもう何とも言えない、感慨深い気持ちが込み上げてきて、そして帰りの電車新幹線ぐらいでようやく受賞したんだという喜びが込み上げてまいりました。喜びと同時にですね、受賞させていただいたものとして、これから恥ずかしくないようにもっともっと頑張っていかなければいけないなというふうにも思いました。はい、今年はねグランプリを頂戴した、ご褒美だと思っているんですけれども、パリ祭、そして、フェスティバル・ドゥ・シャンソン・プリスリーズというね、もう本当に身に余る、光栄なステージに立たせていただきますし、その他にもですねシャンソニエさんとか、ライブハウスさんの方での、通常の活動の方もですね、今年は受賞させていただいたことも相なりまして、初のソロライブをさせていただくことになっておりましたりですね、あとはとても、尊敬する、偉大な先輩方との、共演の方もさせていただけることと、なっております。本当に一つ一つがありがたく、大切なねたった一度のステージだと思って、精一杯頑張っていきたいと思っております。なんとか無事に、今年の日本シャンソンコンクール、終わることができました。昨年とちょうど開催できなかったので3年ぶりの開催ということで、お客様もそして参加者の皆様もお待ちになっていたんだろうなというふうに感じました。そうですね、来年ももちろん日本シャンソンコンクール2023として開催する予定でいます。まだ会場の方は決まっていないんですけれども、また年末に向けて、スケジュールを調整させていただいて、早い段階で発表させていただければというふうに思っています。